初めてお前。ちゃんと窓つけてんじゃないですか。よくないこの窓。乗ってく？いいですね。いい。だけどこのピストン何？いやこれで。うん。潰されうわ潰されたんですけど。なんだ脱出潰されてるおかげで脱出もままならないんですが、あ、できた。よいしょ。ちょっとあれだな。いいか、自力で泳いで帰ってきな。ひどいな。あれ空飛べば沈まないよな。まあ当然そうですけど、これはさすがにまだ早いでしょ。まだ早い。これさ、こういう風に開くってことは、ああ、違うな。やっぱこれやっぱ違うな。ちょっと思ってたのと違うわ。うん、そうなんよね。動いてくれるのはありがたいんですけど、それぞれの軸を別々に制御できるわけじゃないから、動きがね、どうしてもこう確一化するというか。難しい言葉使おうじゃん。でもこれどう改造すんの。改造する、あえて横長にする。二人乗りとかできるんですかね。いや、さすがにできないか。あ、運転席2つ作れば。どっちが運転することになるんですかね。確かに運転しなくていいから座席みたいなものがあるといいのにね。なんかありそうだよね。でもこれでいっか。とんでもメカだったわ。まあでもトラックっぽくない？ちょっと。うん。トラック感は出た。トレーラー感がある。こだわってんな。やっぱりこうよね。え、逆にこれにフロートつければいいのでは。ああ、なるほど。フロート。え、これさ、でもさ、あとどこにさ、あ、これそうか、下にあれか、あのプロペラもいるんよ。はいはいはい、いるね。フロートだけだと、フロートだけだと一応沈みはしないっていうことよね。うん、でも前に多分進まないと。進まないね。身体極まったね。うん、なるほどね。まあね、そうか、なかなか難しいでござるな。確かに。違う。違う。こうしてこうしてこう。重量バランスとか見られるのかな。割と大事だと思うんだけど、なさそうね。何？いや、重量バランス的なもの見られたわ。いや、違うのかなこれ。単に重いってだけか。
あ、これね、ミラーモード。オッケーオッケー。武器抵抗あるわ。へえ。あるでしょ？考えた、これもう一個上でいいんじゃない？はい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 、いいね。うう、ブレーキが効かない。おお、いいじゃん。デコトラよ。だんだんとコンセプトずれてきてません？ちょっと。あ、本当だ、デコトラっぽくなってる。いいでしょう。あ、いいですね、確かに。あ、なるほどね。え、いいですね。ちょっといいでしょ。え、本当にこれトラックだわ。このヒンジの位置がちょうどトラックとトレーラーな感じがする。そう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 。すご。いいな。ライト、ヘッドライト。レゴ買おうと思いましたって。いいですよ。想像力は養われますね。いや、確かに。ああ、そうな。こうやって作り出すとなんか、いろいろお手本が欲しくなるな。どうするのがいいんだろう。お手本なんていらないんだよ。あ、地味に動いていって。おお、見て見て、前から見てもトラック。俺はトラック。まあそのまあライトの位置はともかくとして、それはトラック。ライトね、ちょっとこれがもうちょっと後ろとか。いや2つでいいんじゃない？熱いか。うん、確かにちょっと欲張りすぎたかも。こういうことか。トラックらしさを出すんだったら2つでいい気はする。ああ、いい、ほんとトレーラーだし、この後ろのこの四角何？ん？真後ろにあるこの四角、それよく見てよ。あ、へっこんでる？丸い穴になってる。うん。だからなんか、あれよ。なんか良くない？ただのデコレーション？ただのデコトラよ。なるほどね。それは確かにデコトラですわ。まごうことなく。色合いだけだね。あとは、確かに、ちょっと色も変えれるんだっけ、これ。うん。どうやって変えるんだっけ？ブロック指定したら、ペンキマーク出てきますよ。あっ、しまった、セーブしてなかった。じゃあ私は逆に後ろにチアつけてみようかな。そう、これ全部こうやってやっていかないといけないのか。あえてこうね、アシンメトリーな、こういうことよ。難しいね、ブロックつけるの。てないね。ここにもう一個下に行ってほしい。あ、でこっちにずれてほしい。あ、あ、そう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 、あの丸い部分にスペアタイヤが入ってんだよ。そういうこと言われて思い出したみたいな。で
で、で、例によって、これをつけます。向きが違うね。よし、これをつけます。ちっちゃいけどいいよね。ちっちゃいけどね。いい感じだと思うよ。でもこれをたかたか違うね。ほいほいつけます。でエンジンはもう一つあら、おいじゃん。かな。あ、なんかぽいっぽくなったわ。で、ライトもつけます。ライト。ライト、あえてここつけるか。うお、すっげえくるくるまた。どんな感じ？ここにこれを確かに大きいタイヤと中間のサイズ欲しいよな。あの方が良かった。よし、こんな感じかな。トムさんが、トムさんがまだ真剣にやってるから色塗りでもしておこうか。逆かな。こうしかどうなんかな。これ消しちゃってこうやって、ああダメだ。
ゃって。おっ。では逆にしてみようか。時からも忘れないでね。え、作ってくれるんですか。時から。未だによくわからない未知の生命体。トカゲもどきよ。おしゃれさはちょっと増したかな。都市屋運送じゃん。まあね、フリーダイヤルよ。え、おお、だって0120ですか。1048よ。いや、都市屋運送じゃん。これをあ、ちょっと待って、保存しないと。よっしゃー、よくない？うん、とってもいいデザインだと思います。すごいトラックだ。どっから見てもトラックですわ。東東千畑運輸、東場運輸、東場運輸カラー、東千畑運輸カラー。え、もうこういうカラーがあるんだ、運送屋。え、そうなんです。わかんない、まあ、赤くした大友運送カラー。運送会社に詳しすぎねえか。聞いたことないですけど、大友運送も東芝も。あ、なんか事務所あれっぽいね、空母っぽいね、なんか。あー、この01ちょっと看板感出してみましたね。看板っぽい。非常食よ。何が看板よ。つまらん。びっくりするぐらいつまらなかった。さあ、いい加減あの見てる人も飽きてきたでしょうから、次行きましょうや。次行くか。うん、どこ。一生夜だね。でもそうね、夜が結構長いですよね。こっち行くか。まあ昼間も長かったのかもしんないけど。おっとっとっと、自分たちがどっから来たかも覚えてないな。ね、もう帰れないよ俺たち。え、でもこの近くにコアがあるって誰か言ってますけど。え？左下のレーダーがそう言ってますけれども。え？こっち？あかりゃん。簡単に転がるじゃん。ね、ちょっとこれあれだわ。相変わらずトップヘビーよ。いや、スピン。ちょっとダメだこれ。右へ左へ。すごい。なんでこんな風になる？積載型のトラック。これはちゃんとあの交通ルール守ってほしい。最大積載量がオーバーしてんのか。ええ、完全にその動きだった。あったあったあったよ。うん、見えた見えた。登れねえわ。重いから。あ、パワーコアだ。そうね、大きいもんね。え、ズムさん何してんの。ズムさん故障しちゃった。
あ、またそっちにもなんかない？こっちにもあるんだけど、なんだこれ。おっと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 、しまった。すごいなんかエンジンのうなり声ばっかり聞こえてくるんですけど、何をやっているんですかね。やっと抜け出せた。なんかすごいスリップするんだけど、ここ何？ドリフト速みたいになってる俺。丸ブロック 2×4。 いいね。回収しよう。はい。どこだ？でももうそう、問題はそれなんですよ。いた、失礼。なんかね、あのでっかいコアがある方向に回収ポイントがあるんですよ。なるほどなるほど。ただこれ持っていくのも、これはこれでまた大変そうじゃない？海渡らないといけないから。海渡るのまた。あ、嘘だわ、ごめん、嘘だったわ。嘘じゃん。普通に陸続きで行ける場所がありましたわ。変形よいしょ。トシア運送なのに運ばないんですか？運んでるよ俺。いや、あのトラックの荷台に乗せないんですか？どうやって乗せんだろうね。上から落ちてきたやつを。ああそうね、そうね、あれそうするしかないんだよな。しかないね。ちょっと待った、ちょっと待って。あらら、うんや、あーちょっと待って、あんたもかい。ここさ沼地なんじゃない？そうね、ちょっとめっちゃハマってるわ俺これ。でもそもそもの作りが良くないんじゃない？シャコタンすぎるってこと？そうそうそう。何、結局運送業？あ、しかもあれ保存したはずなのにできてないからそうなるんですよ。違うわ、あったあった、割り当てをしてなかったんだ。あは、ああ別で保存したのね。こういうことや。でもさ、これ使い勝手悪いわこのトラック。そんなに力を入れて作っておきながら、たた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 。だってこれ運べないもん。うわ、全然グリップ効かない。やばいやばいやばい、チノシやばい。え、大丈夫です、もう私が先にやばいことになってますから。え、どこだこれ。結構この沼地の泥がなんかスノーランナー並みに非常に足を取られて、これやだね、操作が難しくなってますでござるよ。これでよいしょよいしょ。別に動詞に乗ってコアを落としていくと、全然止まんないんだが、これなんで、これもしかしてタイヤ付け方間違ってね。そんな気がしてきた。そんなことある？そんなことない、ないか。ないか、ないな。でも全然なんかグリップが弱いの、それともやっぱりここは大きいタイヤじゃないとダメってことか。なんかそんな気がするよね。ちょっと変えてみよう。大きいタイヤにチェンジします。タイヤつけれねえんだよな俺。大きいタイヤ専用の設計図を作ってください。なくよう。そういうこと？コピー。ダブルタイヤできるってことじゃ。んできた。ね、結構時間かけたから焦ったわ、マジで。さっき保存されてないのかと。そうね。必死でトラック作ってましたもんね。
ああ、やっぱり違うなぁ。大きいホイールの方がなんか動きやすい気がしなくもない。あ、そう？なんとなく思い込みかもしんないけど。さて、で、パワーオコアをうまいこと運びたいんですが、これがちゃんと面倒見てないとウースト止まらんが。待て、くっそかよ。いや、この傾斜なかなかいやらしいですよ。いや、確かにそれは本当にいやらしい。あえてちょ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 、これなんかもう嘘でしょ。あれかな、やっぱこれ大きいやつを運ぶためには専用のものを用意した方がいい気がしてきたぞ。このサイズぴったりみたいな感じのを打った方がいいのかな。いや、これなかなか大変だな。怖い。ダメだよ、そっち行くな。行くなって言ってんじゃん、ちょっと。何をやっているんだ、ちょっと。にゃっ。あ、嘘でしょ。見えた。もう。何遊んでんの。こっちは必死なんですよ。ああ、ダメだ。やっぱちゃんとしたやつ作ろう。一回別名で保存して、設計図3にして、あのでっかいのを、ちゃんとここに、こんな感じがいいかな。ズムさんみたいにクワガタにするか。まあ、クワガタがやっぱ一番よ。なんだかんだ言ってね。なんだかんだ言ってクワガタなんだよな。もう一個下でいけるかな。こんな感じなのかな。で、これをコピーして、こう。クワガタの発音もう一回ください。どういうこと？クワガタ。クワガタなのか、クワガタなのかっていうこと。クワガタなんか言った？クワガタ。クワガタ。クワガタ。クワ、え？どっちだ？いや、クワガタでしょ？クワガタじゃないの？いや、クワガタ。え？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 そういうこと？え？クワガタ？クワガタ。え？クワガタ？クワ。クワガタだともうクワガタ大原。あ、クワガタ？クワガタ？クワガタ。クワガタ。わかんなくなってきた。もう分かんなくなったわ。もう分かんないわ。ひとまず、あれかな、ピストン使った方がいいのかな。よいしょ。あ、ちょっと待って、俺めちゃくちゃいいこと思いついた。何？めちゃくちゃいいこと思いついた。何？だからクワガタオハラ？クワガタ
あ、いや、全然寒くねえわ。ちょっと、もう、もう。いや、切れそう。こういうことよ。三角形あったな。三角形使うか。あれ？これなんか、え？三角形パーツを。あ？ん？なんか違う気がするな。ダメか。え、なんか動かないんだけど。何が？頭？バックしかできない車なんだけど、これ。タイヤの付け方間違ったんじゃない？え？そういうこと？こういうでしょ？こっち回り？こっち回り？いいよね。いいよね。え、いいよ。いいよ。回り方いいよ。え、右下にエラーメッセージ出た。え、なんて出てたんだろう。え、これくっつかないの。やりづら。やりづら。考えよう。わかった。重すぎて。あ、そうだ。エンジン1個しか積んでなかったわ。え、それでもバックだできるの？これも変ね。多分ね、坂でね、下がってただけだ。ああ、なるほどね。ああ、いや、これはダメ、使えない。おー、いいね。やっぱり全然、あれだわ、エンジン足りてなかっただけだ。次こそは頑張ろうって書いてあった。なんか悲しいんだけど、何そのメッセージ。どういうエラーメッセージそれ。あげましてくれるいい人じゃないですか。悲しい。よし、これ取れた。え、どこだ？あそこか。余裕だ。あ、これめちゃくちゃいいわ、これ。え、何？え、なんで？ん？完璧な車を作っちゃった。そうでしょう。ズムさんに完璧とか似合わないですよ。いや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 。ほら、安定しているって。うそー。これは何かの間違いではないですか。いや、これが才能なんだよな。まあね。こういうことよ。やめてほしい、こっちまで急に出てくんの。さあ、神野氏の方手伝いに行ってやるか。この針金虫号で。何それ、かっこ悪。アフロードバギーみたい。アフロードバギーってなんだろう。オフロードじゃないんですか。あ、やったね、そういうことか。多分騙したね俺を。惜しかったね。惜しい。何よ。いや、いいぞ、これ絶対いいよ。何見せてくださいよ。こういうことよ。え、ハリガネムシなんですかそれ。わかんない。あ、でもこうほら挟み込んでこう。ああ甘いな、甘い甘い。甘ちゃんもええとこよ。いや完璧でしょこれ。ほら、もうこれでゴールまで行けばいいでしょ。いや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 。はあ、壊れた。ね、え、壊れた。まあまあどうせすぐ帰ってくるでしょう。ほら帰ってきた。わ、これはちょっとむずいな。でしょう。ただ大きいからなのか、すごい動くんですよね。なるほどね。ちょっと待って、これ保存しとかないと。まあ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 、もうで保存する必要はないですよ。私がここでも決めますから。なんか いや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 、そうはいか、そうはいかない。ちょっと私が何回ここでやり直したと思ってんですか。確かになんかずっとやってたね。さすがにもう攻略法は発見しましたよ。これ汎用性も、ちゃ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 
どこだこれ。お、んで、これをコピーしてひっくり返してつけて、オッケー、これ完璧じゃない？こう。締めに行くわ。なんかすごい気持ちの悪いマシンが。気持ち。何これが本物の真のクワガタよ。入れるじゃん。でここでこうよ。うわ。見た。得意げじゃん。見たこれが。本当にそれでいけるのかな。これが真の音。ちょっと待て。これが真の音。あ、それは。ああ、くそー。俺がやりたかったやつだな、それ。嘘つけ。俺が真の。あ、だ、だ、大丈夫これ。スピード出るけど大丈夫。ゆっくりお願いします。ゆっくりお願いします。抜け出た。でも大丈夫。でも大丈夫。ここでまたクワを開いてですね。よいしょ。何回でもやり直せるから。よいしょ。ほらね。おほー。引っ掛けて。それは天才だわ。これがピストンの使い方よ。わかった？どうやってやった？どうやってやった？何それ？なんかちっちゃくないだもん、ピストン。え、ほら、ピストン、ここ。ちょっと、やめてくださいよ、ちょっと。何やってんの？どういて。パワーコア運んでんのよ、こっちは。よいしょ。ん？違う。ピストン、こうか。はいはい。え？何？どこに？え？なんか短くない？ピストン。え、短くしたんですよ、きっと。そんな、短くできる？あっちか。わちゃわちゃしよう。ちょっと近づかないで、もう来ないでほしい、こっちに。並走してるのよ俺も。もうちょっと高さあった方がよかったな、これ。強度計算に不安が残ってるよ。いやいや、いけるイチャイチャはしてない。スズムさんがちょっと邪魔なだけ。いやもはやもう帰ってこないでいいから稼いできてほしいっていうレベル。あ、でもそういう夫婦が一番いいって聞くよ。え、それはかなりまずい夫婦では。なんだっけ、旦那は家に帰らないが一番いいんだ。そうそう、帰ってこないで金だけ稼いでくれればいいっていう。なんかよく聞くよね、それ。うんうん、もうよくないやつ。おお、すげえ。ほらね、見なさいよ、これが真のクワガタよ。イエーイ。ほらこうやってピストンを使うんですよ。わかった？どうやって使った？何？ほら、どうなってた？ここ。なんで短いの、そんなに。何短いって。これが普通のですよ。なんか、ちょっと待って、じゃあさ、わかった、それを。わかった。どうすんのがいいのかな。もうちょっとこれ高くした方がいいのかな。いや、俺は、完全に理解してる。ほう。ちょっと次使う時のことを考えて改良しとこう。大事よ、改良は。そう、大事。これ多分ここをコピーして上に重ねるでしょ。でここもコピーして重ねるでしょ。これだと多分重くなるからタイヤつけといた方がいいと思うね。補助輪的な。補助輪じゃん。よし。ふんふん。曲がれるかこれ。まあいっか。パワーコア運搬専用機できました。完璧です。なんならもう一回運んでもいいよと思うじゃん。何？負けてらんねえ。いや、もっと
もっとすごい、もっとすごいの作ってやるし。いやもうズーさんはね、見た目だけはすごかったですよ、あのトラック。くそやっぱね、実用性って考えればこういうことなんよね。まあね、確かに機能美っていうからね。こうで、ここでピストンを縮めてロックするでしょ。バッチリじゃん。あ、すごい安定性。やっぱタイヤが、あー、タイ、あー、ふーん。うは、分かった。こうで、うは。何を楽しみじゃん。いや、うん、なるほどね。なるほどね。やっぱりあ、タイヤは曲がるようにしないとダメだな。なるほどね。もうちょっと改良は必要だな、これは。よいしょ。だから、え？ちょっと良くない？ズムさんが本気で無言にやってるんですけど。こっちから本気よ。だから、取るか。一回取って。で、ホイールじゃないや、ステアリングヒンジ。これどっちだっけ？こうして。で、ここ、前田製作所のカニクレーン機構じゃ分かんねえ。何それ。本当にそんなあんですか。伸びきった油圧シリンダーのロッド部は応力に弱いよ。なるほど。応力、世代か。世代とかなのかそれ。かなりマニアックな話すぎて、業界の話ですかね。まあ業界の人っぽいからな。ああ、間違えた。これ取り消し、コントロール Z 聞くの。本当？なんて聞かないわ。ここは他社のいいところは取り入れていく。他社って私？そうよ。ライバル企業のいいところは取り入れていく。パクリじゃん。いやでもそれをさらにやっぱり改良した。特許取ってないでしょ。だって特許取ってないでしょ。申請しないでしょ。めんどくせえ人だな。あれ違うな。向きが違ったぞ。ここが1回2回よいしょ。で保存。あ、確かにタイヤより回タイヤよりくそ、これダメだ。あ、オッケー、もう完璧。わあ、ここちょうどここにあるや。これで試そう。うわー、しまった。何、まだうまくできてないんですか。おっとっと、これこうして、でこうして、でこう。何、大笑いじゃないですか。ちょっと見て。ちょっと見に行くわ。
他者のいい部分を。うん。何？応用して作った。作った。これが俺の自信作。見ててよ。七節っぽいですけど。あんま変わんなくね。よく見て。何？ん？え、何の意味、何の意味があるのそれ。いいよこの安定感。いや安定っていうかタイヤ浮いてない？え、何？それはそれはあれ、うん、あの車止め的な意味があるの？そういうことよ。なるほどね。あこれってブレーキ、自動ブレーキシステムよ。自動じゃないでしょそもそも。ではほら。今ほらなんなほらなんなそもそもなんでそこつけたの間違えちゃった。間違えた。いやこれでリフト式に上に上がるようにしたかったんよ、うん、ああはい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 。そしたらあのタイヤが自分が上がってんじゃん。そう気持ちはわかる、気持ちはわかるけど、そうね、あの同じ動きしかしないんですよね、ピストンって。片方伸ばして片方短くするとかいうことができないから難しいのよね。ダメだわ。ダメですね。それがとちあいずな。いや惜しかったね。でも惜しくはないな。どこが惜しいんですかね。惜しかったじゃん。いやどこが惜しいんですかね。自分が持ち上がっただけじゃないですか。いやよくない？面白かったけど。面白いだけじゃないですか。こういいアイデアだと思ったんだけどな。よくはないね。うん、よくはない。うん。これだとどうか。もうちょっとこの、うん、この分野は私が独占しますけど、いいんですか？おう。いや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 、我が社も今開発を進めておるからね。ほんとロボコン出られそうだわ私。ほら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 、この安定感よ。うわすげえ。なんあれまた開場、開場した？開場したよ。見てこの6輪、6輪動作を。あごめん5輪だったわ。え、あタイヤ増えてる。なるほど、この安定感よ。わあちょっと悔しいな。これはあの特許なんで。あ、申請した？これ特許申請してるんで。でもまだあとパテント料払、パテント料払ってください。パテントまだあれでしょ。まだ申請認可が降りてないから。いや今申請中でしょ。申請中だけどももう申請してるんで、新たに申請することは許されませんから。でもなんかもう先にやったもん勝ちみたいなとこあるから。なんてやつだ。でもしかも何、また持ち上げようとしてんの自分を。いやこれは違うんだよな。あたちょっとちょっとちょっと急に落ちてこないでほしい。もうちょっといいやり方ないかな。でいいんじゃないの。ダメなんですよ、それが。いやーやっぱりあれですね、なんでか自力の、自力の差が出ましたね。くそー、これが社会経験の差よ。補助輪人の尻っぽいって。補助輪とかそれはちょっとなんか認識がおかしいんですが。補助輪じゃん。補助輪だけど、補助輪だけども、でもこれでさ、ほら見ていくよ。はい、こうして、はい、なに追っかけっこ、いつまでも追っかけっこすんの。こうして。俺は違う分野に進むわ。諦めた。そっか。そうね。まあ、あの、やっぱ、分野でね、得意、不得意ありますもんね。そう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 。よし、勝ったな。勝ったな、ガハハ。くそ、悔しい。完璧。完璧だわ。完勝。本当に。セーブしとこう。嬉しそうだな。
あ、そうか、パワーコア運んだからまたエンジンつけられるわ。あ、なるほど。よっと。いや、これは俺はやっぱりリフト技術だな。リフト技術を開発しよう。また自分が持ち上がるんだ。そうなんだよな。なぜ自分が持ち上がるかを考えないといけないんだよな、まず。これさ、これいらなくね？いいや。保存。これ縮んだ状態でつければ、うん、いいんじゃないの？どんどんスピードが上がっていく。上がってんのこれ？いや、多分上がってるよ。沼地だとよくわかんないですね。フォルクは増してるんでしょうけどね。エンジン音だけはよく響いてる。確かに。2番。あれ？これ2番だっけ？ 2 番。あ、嘘。あ、やったね。保存してなかったね、また。いや、違う。これは、本当に？パネント取らなかったね。ちょっと待って。いや、保存した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 。え？いや、してないわ。え、嘘、マジ？え、したでしょ？あ、違う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 。違う。これは多分、あれやわ。あれやわ。どれやわ。ん？これは多分、これで保存して、で、こういうことよ。こうして、こうして、こうでしょ？で、設計図ってどれだっけ？これか？はいはい。で、これか。ん？これ、ん？これど、え？あ、いいのか。これを1番に割り当てて、で、さっきのクワガタを、これを4番に割り当てて、と申し。で、いいの？あ、いいね。図面書く？ CAD のライセンス2個余ってる。助かる。ガチ勢じゃん。CAD お高いですよ。いいんですか？これでいいのかな。で、こいつもうエンジン増やす。ん？これはさっきエンジン増やしたのか。エンジン増えたなら、じゃあライトもつけとこう。ライト。やばいな、これちょっと本当におもろいな。これでいっかな。はい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 。ズームさん何やってん？え、まだやってんの？いやいやいや、ちょっと見ててほしい。じゃあ、ああまあまあ見るけれども、これはね、多分ね、画期的ですよ。でもそれやるには多分まだパーツが足りないんじゃないんですかね。いや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 、もうあるもので作る、それがやっぱ技術よね。まあ確かにそういうとこありますけれども。空、空動けてないじゃん、そもそも。
回リフト縮めな。え、それリフト固定されてる？あれ？え、リ、え？え、何そのピストンの動き、おかしくない？どこに固定されてんのこれ？棒が伸び縮みしてるだけですけど。なんでこれ？あ？上が固定できてないじゃないですか。あ、そっかそっか、ちょっと待って待って。もう欠陥品しか作れてませんけど。いや、と思うじゃん。わかったわかった。完全に。そういうことか。完全に欠陥品よ。いや、これからだから。そ、そっからがまた長いんですよね。おぉ。あ、違う。よいしょ。うーい。うむさんがイントラしてる間、私も改良しよう。ちったら。あーんと。よいしょ。これか。なんくって。こうか。いや、いいぞ。こういうことか。あー。あ。水陸両用。そうだな。あいつを、ちょっとまた、改造しようかね。あ、これじゃないわ。これね。これか。あ。どうするのがいいのかな。変な音、変な音がする。どうするのがいいのかね、これ。こういうことよ。まず色を変えよう。こうよ。あれなんか違うわ。こうか。お、めちゃくちゃセンスと技術が上がってる。た、任せてほしい。これは結構おじいじゃない。ほんとかなぁ。あれ、くっついてないわ。またえ、これくっつかないのか、これ、ここには。え、なんかイメージしてるのと違う気がする。イメージじゃなくって、完全に設計ミスってことでしょう？いや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 、設計は完璧なんだよね。本当ですか？これが、え、なんでこれが合わないんだ？この取り付け方が違うってこと？こいつか。こういうことか。こいつか、こういうことか。ネイビーもいいね。かっこいいね。うん。わかった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 。で、エンジンがもう一個積めるんだけど、裏に積む。あれ？お？こう。こう。こいつはいらない。こいつをこう。こいつをこう。こう。こう。これでこう。こう。
ダメだー。暗闇のアッセンブリー作業は組み立ての危険があるよ。ショートも休止工程表に書いてあったじゃん。工場じゃん。これ。つかないわ。いや、そんなことはないですけどね。工夫すればつくんじゃないんですか？いや、工夫か。どれ見に行こうか。あんねえ、それでいいんじゃない？うん。ダメなんよ。それでピストンの下側にピストンの下側にブロックをつければいいんじゃない？いや、それがダメだったんよ。ここに。ここにこんな感じでつければいいんじゃない？ん？これがさ、ダメだったんよね。そうなん？そう、そこ。うん。なぜかダメなんだよね。そうなん？こうでしょ？うん。これで。ああ、そもそも。うん、そうよ。これぐらいから、じゃあ、可動域がこれぐらいってこと？そもそも設計が悪すぎる。そもそも設計が悪い。まず下、加減を決めて、そっからピストンをつけて、で、ピストンを固定するための柱を立てる。やり方の方が、なるほど。まあなんせそのなんだろうな、この柱って言ってわかるかな。ここの柱、この柱あるんじゃないですか。うん、これもっと上げましょう。これが下すぎるから、このこれ、そうそうやそれ。これが下すぎるせいでフォークリフトのフォークが下になっちゃってるから。だからこうすればいいか。そうそうそう。で、こういうことか。そうそうそう。こうすれば、あ、ここでちょうどか。ねえ。どうなん？よいしょ。うい。こうじゃない？水飲むのだ。こうでしょ。うん。こういうことか。まあそうね。ん、ちょっと待ってよ。ここででもさ、スッて入るように、うん、できないね。できないかな。できないね。と思うじゃん。うん、これじゃない。いやー、どうだかね。悪いからね。絶妙だよね。いや、微妙だね。でも多少は違うでしょ。まあまあまあ、普通のブロックよりは多少。うん、こっちの方がいいのかな。でもこれ高さが高いんだよね。そうそうそう。だからね、それの三角の低いやつがあるといいよね。そう、まあどっかにあると思うんですよ、さすがに。確かに。だからそれを探しに行く方が早い気はする。確かに。でもちょっとここまでやったからさ。いいっすよ、どうぞ。ここまでやったから一回ちょっと試してみたいよね。ええ、笑う準備しときますよ。いや、笑う、もうびっくりしちゃうよ、もう多分。いや、多分予想通りでびっくりしないと思う。こうでしょ。
横につける。いやこれいいんじゃない見た目だけはいいんですけどね。ただダメかな。